皆さんこんにちは。暇な女でおなじみのひまこと申します。ライトが消えた水槽からお送りしております。今日はですね、レイアウト変更でございます。と言いますのも、ちょこちょこねサンゴとか追加してるとですね、置き場所によってこの君ちょっとそこをどいてとかあっち行っててみたいな、場所を作るためにそこら辺に適当にポン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 置いていってしまう癖がありましてですね、で、結果ご覧のようなごちゃっとした、放置レイアウトになってしまうわけでございまして、なので今日はちゃんとレイアウトをし直しまして、あとガラス面、奥のガラス面大変汚れておりますんで、その辺もきれいにしつつ、新しくサンゴをお迎えしたいなと、思っております。はい、ではねもうサクッと作業の方やってまいります。はい、まずは購入したサンゴの紹介からやっていきます。一つ目はこちら、枝小紋サンゴさんでございます。ちょっとね今島巾着フグさんにつつかれてしまって、ポリプが閉じてしまったんですけど、まあ、入れた直後からポリプ満開にしてくれてとても元気なサンゴさんでございます。こちらも前回購入した薄小紋サンゴ同様ですね、 SPS の入門編的なサンゴだそうです。続いてはこちら、ちょっとね手前の河原ふさと坂さんにピントが合ってしまって、全体的に綺麗に撮れなくて申し訳ないんですけども、ちがい海あざみさんでございます。いわゆるパクパクする方の海あざみさんでございます。はい、ちょっとね本当にぼやーっとした映像でしか お届けできなくて申し訳ないんですけども、この海あざみさんはでございますね、なんか環境が良ければもうそれはもう爆増するということを教えてもらいましてですね、ちょっとドキドキしております。まあヒマチューブ水槽の良し悪しが分かってしまいますね。うん、で、ついてた土台なんですけども、ちょっとねその土台置きにくかったんで、そこからカットしまして、で豆ライブロックにくっつけたんですけども、見えるかな、これがもっとついてた土台なんですけども、ちょっとねこんな感じでなんか設置するにはちょっと高さがあって置きにくいなって思ったんでね、カットしたんでございますけども、こんなね2センチぐらいしかなかったんで、それをカットするってちょっとどうなんだろうって思いつつもね、まあ生命力は強いそうなのでね、ちょっとその辺にかけて、カットをしてみた次第でございます。はい、そしてこちら大花サンゴでございます。いやもうこれ本当にね、はい、本当にめちゃくちゃ綺麗な色でございましてですね、肉眼だともうちょっとピンクが強くて、ちょっと旗立長谷さんにピントが合ってしまう、ピンクが強くて、でグリーンももうちょっと鮮やかなグリーンをしております。本当ね綺麗で、商品ページ見た瞬間にめっちゃ可愛い、何これってなって、でまあ一目惚れをして、買った次第でございます。旗立長谷さんがすいませんね。はい、で大花サンゴは LPS の入門編的なサンゴだそうで、これもねまた買いやすいサンゴだそうです。ほんとねうまくカメラの設定ができてなくて、肉眼の色味お届けできないのがめちゃくちゃ悔しいんですけども、すっごい可愛いサンゴでございます。これはねちょっと集めてしまう人の気持ちがわかる気がします。はい、はい、続いてはレイアウト見てまいりましょう。今回もね右と左とで島を作ってみました。で、まずは左からですね、主にハードコーラルゾーンになります。でちょっと見にくいんですけども、この岩の下が空洞になってまして、洞窟みたいな感じになっております。で、土台の、ライブロックもですね結構穴が開いてたりして、隙間
があったりで、はたたてはぜさんとか、八山銀歩さんよく潜ってくれております。なのでね、あの見た目に反してあの水通りはいい方なんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、洞窟みたいになっております。そして、スタポがね、相変わらずちょっと持て余し気味です。横からは、見えませんね。はい、うん、このね、あの洞窟をあのチェルボちゃんがめちゃくちゃね、ビュンビュンと泳いでくれておりましてね、とても可愛いでございます。はい、で、ハードコーラルゾーンですね。そして富士壺でございますね。はい、まあ本当に何だろう、感覚でいつもねレイアウトをしているんでね、お出しする、お見せするのにちょっとドキドキいつもするんですけども、どうでしょうかね。はい、こんな感じでございます。はい、せっかくなんでね、ちょっとチェルブちゃんを見てみましょう。こんな感じでね、いつも何かしらをパクついているんですけども、何を食べているんでしょうかね。うん、泳ぎ方とかもね、めっちゃこのパタパタパタって感じで、本当に可愛いお魚さんでございます。はい、では続いて右側見ていきましょう。こっちは、ハタゴさんとソフトコーラルゾーンになっております。うん、ソフトコーラルもとても元気に咲いてますね。トサカだったりキノコだったり、ハタゴさんですね。で、キノコと、トサカですね。はい、で、この海キノコさん置いてあった場所にチビハタゴを置いてたんですけどもね、ちょっともう今朝内臓も、体もね、ちょっとボロボロっと、溶け出してきて、大変かわいそうなことをしてしまったんですけども、溶かしてしまいました。はい、こっちのね、この大きいハタゴさんがめちゃくちゃ元気なんで、全然いけると思ったんですけども、やっぱり個体差があるんですかね。こっちがいけるからってこっちは行けるわけじゃないみたいな、そういう、勉強をいたしました。本当にちびはたごちゃんにはかわいそうなことをしてしまったんですけども、はい、そんなわけで、ちびはたごさんとはお別れをいたしました。あとですね、大きい海きのこさんと、つつみずたスノーポリプがですね、置く場所がなかったんで、サブ水槽の方に今入れております。で、サブ水槽の方が環境が良いのか、わかんないんですけども、ちょっと海きのこさんがまさかの復活をしてきております。はい、というわけで本日の動画は、レイアウトをいじってサンゴを追加してみたでした。うん、サブ水槽もね、またそのうち動画にしたいなと思っております。で、しばらくはもうね、生態の追加はないと思うんで、この状況をね、なるべく長くキープできればと思っておりますが、今ね、ちょっとね、現状右のスカスカ具合がちょっと気になってるんで、そこはね、また適当にマメライブロック買って、追加投入してるかもしれません。うん、そんな感じでしょうかね。はい、というわけで、この動画が良いと思った方はグッドボタン、いやあかんやろって思った方はバッドボタン、この水槽の行く末を見守りたい、一緒に作っていきたいと思った方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アドバイスや応援、おすすめ、質問、感想などなど何でもいいんで、気軽にコメントも書き込んでくれると嬉しいです。リアルタイム追いたい方はツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。ではでは、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。